Good morning, everybody. ナギです。おはようございます。寒いね。エアコン電気代を節約するために24度に設定してたんけど、24度までは何度にしても電気代は同じや言うて、昨日どっかのカラオケのママが教えてくれてんけど、ほんまかな。これ電気代5ゴーンと5000も1万も上がったら怒るで、みたいな。まあ、でもあまり寒いから23度に変えました。一度上げましたよ。電気代が上がるかな、どのぐらい。とちょっとビビっています。次はレベッカのフレンドいきます。何であげるの？打ち付けを交わした日はママの顔さえも見れなかった。ポケットのコイン集めて一つずつ夢を数えたね。ほらあれは二人の隠れ家、秘密のメモリーをどこで交わしたの。俺うつむく日は見つめ合って指をつないだら、俺時が止まる気がした。待っちゃえた、ごめん。ねえ君は覚えている？言う前によく似合うあの曲、黙り込む君がいつも悲しくて口ずさんだのに、今時は流れてセピアに染まるメロディーを二度と戻れないよ。フレンズ何よりも遠く見えて、いつも走ってたオレンジ、あの瞳が愛しい。どこで壊れたの？フレーズうつむく日は見つめ合って、指をつないだら、オフレーズ時が止まる気がした。二度と戻れないよ。オフレーズ何よりも遠く見えて、いつも走ってた Always あの瞳が愛しい、yeah. 1985年、レベッカでフレンズでした。ナギでした。やっぱり昭和の曲は僕らの世代になりますね。あなたはどうですか？今の曲はちょっとしんどいですよね。まあ練習してます。いい曲もありますよね。で、ナギでした。まだ
登録されてないお友達はぜひ登録お願いいたします。See you. 登録してね。